おおおははようございますまます。す。すででで元元気気か。か私げさにしてりす。恵みの深呼吸今日何書こうかなと思ってふと思い出したんですけれども先日伺った学校の洗面所のところにインフルエンザ予防という貼り紙が貼ってありましたおそらく数年前からのものだと思うんですけどね えが書いてあって、小さな文字で、まあその絵の説明が書いてあるんですけれども、タイトルは、守って防いでインフルエンザというものでした。インフルエンザ予防のために、4つの大切な項目が紹介されていました。1、人混みや繁華街を避け、外出時にはマスクを着用しましょう。2、うがいや手洗いを日常的に行いましょう。3、十分に栄養や睡眠をとり、 体力や抵抗力を高め体調管理をしましょう。4予防接種を受けましょうというものでした。そしてその下にはえー、っとせエ,エチケットという説明文があって咳くしゃみが出たら他の人にうつさないためのマスクを着用。マスクを持ってない場合にはティッシュなどで口と鼻を押さえ。 他の人から顔を背け1メートル以上は離れて、えー、鼻汁痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨てるそれから咳をしてる人にマスクの着用をお願いするというのがありましたでこれ見ながらですねあこれコロナの,あの用心のために予防のために言われてることと全く同じだなと思ったんですよね。 コロナ禍で私たちはこの2年間にわたってずっとこれを言われ続け、ある程度守り、まあそのおかげで昨年はインフルエンザ患者は激減したという話も聞いています。しかし新型コロナ対策のためにはこれだけでいいのかなと思ってるんですよね。まあもうずっとこれやってきてるわけですから、 足りなかったものがあるとすれば、4番目の予防接種の遅れというのが一番深刻なわけですよね。電話がつながらないで予約ができない。そもそも本当に接種が、あー接種のために必要な数が、数のワクチンが届いているのかどうかがわからないと。さっきの1から3までは民間個人の対応でなんとかしのいできましたが、4の問題というのは行政、医療、政府の問題なので、 個人ではどうすることもできないですよね予防接種についてはね4が早く進むといいなと思っている次第ですしかし今回のこのコロナのワクチンについても有効期限は1年ぐらいだというふうに言われていますのでいわゆるインフルエンザの予防接種のようにある程度定期的に打っていかないとかかってしまう可能性があるというふうにも言われていますまあ、いずれにしても守って防いでインフルエンザと まあこの流れと同じで守って防いで新型コロナと言えるようにえ特にえ予防接種を受けましょうというのは掛け声だおりにならないように行政にはししししっかり対応してほいいなと思いましたえそしてちょっとですね心配があるわけですけど心配は副反応に対する処置の仕方やどういう症状が出てくるのかそれが今一つはっきりと報道されてないんですよね。 なんかね接種者の数人数ばかりが報道されているのは政治に対する忖度でしかないように思うんですよね大規模接種が始まったとかまあ実際は大規模接種は可能なせ会場で予防接種が始まったということであって、うん、まだまだ追いつかないのは現状ですよね、えー、ですからなんかこう接種者の人数だけ 報道しててていいるるるやってる感が出ているでも実際のところは何パーセントにしか過ぎないっていうのはなんか報道のあり方になんかおかしいなと感じるんですよね。問題は命なので効き目だけではなくて副反応についての数値や症状そしてどこで何をすれば良いのか副反応が起こった時にね何をどうすれば良いのか検証とか紹介がもう少し丁寧になされないと この日本という政府国の政府や行政の人命軽視の素知りというのは免れないだろうなと思うんですよねそれはねとっても気になるところです、えー、予防接種を受けました万歳万歳万歳ではなくてそこをその予防接種がもたらす不反応っていうのが起こった時にはどこでどうすればいいのかどういうケースがあるのか うん、そういうようなことについてのやっぱもう少し事前の報告なり、えー、報道が丁寧になされないとまずいよなと思うんですよね。まあとにかくできることをやらなければいけないわけですけれども、えー、しっかり今までのように、あのー、しっかりと意識を固く持って。 守って防いで新型コロナという感じで日々を過ごしていけたらなと思っていますまだあのしばらくはなかなか自由に外に出られない日々が続きますけれどもどうぞ皆さんお元気でお過ごしくださいますように